今年2月から軍将兵の平日外出が全面施行されている状況の中、江原高木軍がアンケート調査した結果、ネットカフェを利用する将兵が最も多いことが分かった。25日、高木軍によると、地域内の含む昌兵930人を対象に去る2月1日から28日まで説問調査を行った結果、 ネットカフェを利用する商兵が44%と最も多く、カフェ17%、カラオケ店8%、チキンピザ屋7%などと続いた。商兵一人が一度の外出で支出する金額は3万ウォン未満、3万から5万ウォン、5万から8万ウォンとなった。商兵たちはタクシー料金が負担となり、 施設に比べてネットカフェの利用価格が高いと指摘した。高木軍は業者に対する巡回教育として、サービス改善を誘導する方針だ。合わせて商兵の休憩空間地域別造成、価格割引及びクーポン参加活性化などを推進する計画だ。